カウラン事件は昭和11年3月29日から4月1日の間に日本、満州国と外モーコの間で起きた軍事紛争である。オラホドガ事件など満州西部国境での軍事衝突が多発したことから関東軍は力には力で対抗する方針を固めた。関東軍は渋谷安秋大佐を司令官とする渋谷主体を増援することにした。 渋谷市隊は、独立混成第一旅団の所属部隊から編成され、不評一個大隊を機関に、三方一個小隊や戦車一個中隊などを伴った機械化部隊だった。また、ハイラルに、松村孝二郎中佐の指揮する戦闘機隊が、進出した。3月上旬に、渋谷市隊は、アッスル病に進出すると、拉致された、満州国の警察官を救助しようとして、 外網軍と小さな衝突が起きた。3月29日、日本軍、満州国軍の共同偵察部隊が中隊長指揮下で自動車で行動していたところ、外網軍機2機から機銃掃射を受けた。トラックは全車が破損し、1台が大破して露獲された。外網軍は日本軍が国境に5 0トル侵入してアジクドロン国境監視所を攻撃し、 ボルンデルス監視所も攻撃したと言い張った。3月31日、渋谷市体は自動車か不評一個中隊と走行車数量、満州国軍若干をタウラン地区の偵察に出動させた。すると、外蒙軍機12機が飛来して70発の爆弾を投下し、機銃装車を繰り返した。爆弾の多くは不発で損害はなく、対空砲火で3機を撃墜。 三機を不時着させ、二機を損傷させた。空襲に続いて、外謀軍は機械化部隊を繰り出して、渋谷市隊に接触した。外謀軍の兵力は、騎兵三百機自動車か不評一個中隊、走行車、約十両で、渋谷市隊より優勢だった。渋谷市隊は、平本鈴夫将尉の指揮する軽装甲車隊を偵察に出したが、湿地で行動不能になったところを、 外盲軍装甲車隊に包囲攻撃された。軽装甲車2両が破壊され、平本将尉は、戦死、残骸と遺体は持ち去られた。日本側の追犯不評、市長兵が肉迫攻撃で応戦し、死体主力も助けに駆けつけて、三方で砲撃、外盲軍を撃沈した。渋谷死体は、外盲軍の装甲車を露獲して帰還した。4月1日、日本軍は戦闘。 偵察各一個中隊の航空隊を出撃させた。航空隊は、タウランに向けて移動中の外謀軍車列60両を発見し、襲撃を観光した。外謀軍は追い散らされた。5月下旬、タウラン事件についての捕虜交換が行われ、負傷して落機された日本兵、万軍病12名と外謀軍病12名が交換された。 平本省医らの遺体11体も返還された。兵器と人命を消耗した責任を問われ、渋谷大佐は予備役に編入された。ソ連側の文献は、オラホドが事件について記録する一方、タウラン事件についての記録は発見されていない。ありがとうございます。